JR に乗りまして、桜木町から、関内と、横浜の中心街の駅、あの関内でおりまして、今ブラブラと、この JR の線のですね、下あたりをこうとぼとぼと歩いてます。行く先は司馬遼太郎、横浜散歩だったでしょうかね、中に出てくるですね、吉田橋という橋があるんですよね。そこを渡ると関内ということで、昔あの外国のですね、人の、要するに日本が開国した時のそういう方々がお住みになっていた、関内と、それよりも港の方を関内といって、多分その辺りに関所みたいなものが、あったということですね、吉田橋の。そこから馬車道を通って、外国のアメリカを中心とする人たちがですね、その辺りに住んだり、貿易をしたと。